はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は第45期王将戦七番勝負第4局、谷川王将対羽生六冠の羽生七冠誕生の一局のハイライトやらせていただきたいと思います。非常に素晴らしい将棋でした。先手が谷川王将、後手が羽生六冠で、羽生六冠大得意の横歩取りに進行していきます。未だに羽生先生が53歳となった今でも主力で使っている横歩取りですね。そして谷川王将は3六飛車と引いて8四飛車、2六飛車と進行しました。で2二銀に8七歩、5二玉、1六歩、1四歩と進行します。で4八銀と谷川王将が上がっていきました。羽生六冠は9四歩とつきまして、9六歩に7二金と金開きの構えを取っていきます。そして谷川王将は6九玉から6二銀に5九金と当時流行していた構えで対抗していきました。ここで羽生六冠が3四飛車と回ったのが、前枠はともかくセンス抜群の一着でございました。これは3六歩を使わせないという意味合いの手で、仮にこれ3六歩とついてしまうと8八角成、同銀、4四角という非常に厳しい手がありまして、後手ペースとなっていきます。例えば2八飛車と引くと2七歩、同飛車、2六歩が一例で、どこに飛車を逃げても後手ペースとなります。最悪なのは2八飛車で8八角成、同金、2七銀と打たれて飛車が取られてしまいます。2六歩に1七飛車も3三桂と味よく2五桂を見せられまして、3七桂には3六飛車と普通に取られて、いつでも1五歩から端を攻めて、飛車を取りに行くようなそういう構想も見えてきますんで、ちょっと先手がまずいと。そういう進行になってまいります。ということで、3六歩の展開はまずいので、谷川王将は1七桂と跳ねていきますが、3八歩が面白い手裏剣でございました。放っておくと3九歩成から3七飛車成がありますんで、4九金と受けるか、はたまた攻め合いに行くかという決断を強いられる展開となっております。結果的に4九金はちょっとあまりにも利かされがひどすぎるということで、谷川王将は3三角成と攻め合いに行きました。そして以下、同桂に2五桂と飛んでいきます。2五桂のところでは5六角のように攻防に打っておくても有力だったようですが、一直線の攻めでいきました。2五桂に対して、羽生六冠は4四角と味よく打っていきました。これが素晴らしい攻守でした。4四角に帰って、例えば2四飛車とかやってしまうと、3三桂成、2六飛車、3二成桂で、これは先手の硬さが生きて先手優勢なんですが、4四角が素晴らしい切り返しでした。3三桂成には同飛車と取れるというのが非常に大きいです。ということで、谷川王将はここで5六角と切り返していきますが、3五飛車と一ついたのが、これがまたいい手ですね。以下、2三歩と鋭く攻めていきますが、取ると3三桂成から2三角成のような手を狙ってますが、3一銀とじっと辛抱していきます。そして3三桂成に同飛車と、形は悪いですが4四の角で2六の飛車取りに当たっています。この辺りで若干後手ペースの流れとなっていきました。そして谷川王将は2五飛車と一つ浮きますが、6四桂と5六の角を狙いに行ったのが、これがまたいい手でした。6四桂のところで単に9九角成とかやってしまいますと、4五桂が攻守で、3四飛車には5三桂成で取れば3四角と、その流れは先手良しだったんですが、6四桂でその角をずらしに行くというのが素晴らしい着想でした。以下、4五角と出させて9九角成とすれば、今言った4五桂が打てないと、そういった仕組みになっています。谷川王将は7七桂と跳ねていきますが、香車をボロッと取った形で、これははっきり後手が優勢な進行となっていきました。以下、羽生六冠は3九歩成とします。で同銀と取らせて、3七飛車成も有力ではありましたが、ここでじっと2四歩と1回打ったのが読みの入った攻守でした。将来的に2四桂のような筋も消えますし、同飛車と取らせておくことで4五の角の紐も切れているということですね。でそこで満を持して3七飛車成と成り込んでいきます。そしてここで谷川王将は3四飛車と飛車をぶつけていきますが、4七竜と
角に当てまして、1八角に3三香と、羽生六冠が着実にリードを広げていきました。以下、6四飛車と取って、取れば7二角成を見せますが、3九香成が非常に大きな一着でございます。後手陣はまだ安泰、先手陣は次4九成香などで極めて危険な状況となっています。で、実戦はここで、谷川王将が3四飛車と勝負に出ますが、4九成香と寄りまして、5八金に4八成香が好手でした。竜は取られてしまいますが、4七金に5八銀、6八玉、4七成香で寄り筋に入っています。次に6九金の詰めろですね。谷川王将は8八金と逃げ道を開けていきますが、6九金、7八玉に5七成香と流れるような寄せが決まっていきます。次に6七成香が厳しいので、8六歩と逃げ道を作りましたが、ここから6七成香、8七玉に7九金と無駄なく寄せていきました。そしてもう次の8八馬からの詰めろは100も承知なんですが、谷川王将は受けがないと見て6四桂同歩7二角成と綺麗に形を整えました。そして羽生六冠が8八馬同玉7八金と確実に詰ましに来たところで、谷川王将投了となりました。非常に美しい投了図で羽生七冠の誕生となりました。投了図以下は8七玉は7七成香と寄れますので、9八玉と逃がしますが、8九銀と打ちまして、9七玉に9八金打ち、8七玉7七成香として詰みになります。一局を通してわずか82手ということからも分かるように、羽生六冠の完勝譜でございました。谷川王将としては、その実力からすると少し力を出せない一局になったと思いますが、やはりこの羽生六冠の圧倒的な強さ、そして勢いが勝った一局だったと思われます。これで羽生六冠は、当時としては前人未到の七冠達成となりました。前冠制覇は増田先生とか大山先生などもいらっしゃいましたが、七冠になってからの達成というのは羽生先生が一番最初で、最初で最後の快挙と言われておりましたが、まあその後8冠を達成する人が出てくるっていうのは当時は誰も想像できなかったんではないでしょうか。本当に羽生善治先生の素晴らしい名曲だったと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。やはり個人的に強く印象に残っているのは、この32手目の3、4者ですね。非常に柔軟な発想で、まあ下手すれば手損になってしまうんですが、これが結果的に谷川王将の思考を乱した勝着になったんじゃないかなというふうに思っております。本当にペースを握ってからはよどみない完璧な指し回しで、羽生七冠誕生の譜となっておりました。本当に素晴らしい将棋だったと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。